はい、こんにちは。ちょっと前に塩顔男子に似合う髪型はこれっていうのを教えたと思うんですけども、ちょうど僕今髪がすごい伸びてまして、もうこんな感じでもうボッサボサで伸びてて、で今日髪切りに行くんですよ。なので髪を切る前と切った後のビフォーアフターを、今こんな感じでですね、もうね髪すっごい伸びてて、前も言ってるんですけれども、自分はねやっぱり黒髪で鼻が低い場合はちょっとこう前髪があるナチュラルの感じが一番清潔感があっていいという風な考えなので、まあ今回もあんまり変わんないんですけども、そういう感じの髪型になってくると思うんで、じゃあ手を叩くと髪を切った後のあれに変わります。せーの、っていう感じで、髪の毛切ってきました。まあ前から言ってるんですけど、やっぱり塩系の男の人は黒髪が一番似合う。塩顔はまあいつも同じ髪型なんですよ。自分はもうほとんど変わらない。まあちょっと前髪をこう作ってもらって、でまあ中をすいてもらうっていう感じでいつもやってるんですよ。渋谷の美容院行ってるんですけれども、そこの美容師さんがすごい上手なので、もうずっと通ってます。で、ここの美容院はね、カットが安いんですよ。全部込みで3500円なんですよ。気になる方はメッセージくれればお店教えますんで。はい。ただすごいセンスよくやってくれる美容師さんなのでおすすめです。こんな感じで、黒髪、前髪あってみたいな、さっぱりみたいな感じが。自分はやっぱり塩顔の男の人はこれが一番似合うと思ってます。清潔感もあるし。鉄板で外さない髪型だと思いますので、俺と同じ塩顔同士の諸君、ぜひ参考にしてみてください。それでは。